呪術もラスト5話で完結するってマジですか？に対する読者の反応集。ではどうぞ。ヒロアカに続いて呪術まであと5話で終わるってマジ？どう考えてもここから物語を畳むことはできないだろって思ってるんだけど、まだ回収してないものあるよね。さすがに5話で完結っていうのはめちゃくちゃ大ヒロアカというクソでかい柱を失った状態で呪術も完結させますは絶対にないから安心していい。そもそも呪術は年内完結予定って去年言ってるからな。正直終わっても何も不思議じゃないんだよな。まあさすがに5話で完結まで持っていくみたいなことはないと思うけども。マジで5話で終わったら大炎上するだろ。こんだけありえない展開を連発してる芥見でもさすがにここで廃完結です。はしないと思いたい。マジでここで完結なんてされた日にはマジでジャンプで読むものもなくなるから勘弁してほしいな。ワンピも進み遅いし、マジで定期購読の意味がなくなる。実際ヒロアカが完結してから定期購読で読んでた人が契約解除してて結構なユーザーが離れてるらしいからね。そう思ったら呪術までなくなるとって感じよな。イタドリとスクナの戦いに決着がつくのがあと5話ならまだわかる。まあそう言ってもここからが本番みたいな流れを作られてるからなさそうだけどな。5話で少な戦終わったらすごいけど、まあ無理だろうな。はかりの方に飛んだり、なんかしょうもない過去編とか入って間埋めてきそうな感じはするよね。過去編系はあってもおかしくないなと思うな。今回イタドリの育ちの場所を巡ったから少なのなんか当時の記憶的なのが目覚めてもおかしくないだろうなって思う。1億人呪霊って少なに発動権が移ってるから少ながやられたらそもそも1億人呪霊自体発生しないのかな。だとしたら割とマジですぐに完結になりそうだよね。どうやって終わらせるか次第ではあるけど、正直イタドリが自分ごと宿儺と一緒に死のうとしてるからそれ次第よね。どうかに関しては怒ってほしいなって気持ちがある。ここまでいろいろ死なせてきたんだし、日本国民どうかで消し飛ばすくらいは平気で芥見ならやってきそうよな。ただどうかなしならかなり早く畳みそうではあるよね。イタドリパパの登場が見たいんだよな。正直結構いろいろ謎が多い人だったから、まだ生きてると思っていいと思ってる母親時代のメロンパンに消された可能性もあるが、友人を作るために宿儺の魂の片割れを持ってるイタドリパパに近づいたんだとしたら、どっかのタイミングで消されてるって考えても不思議じゃないよね。私の意思は受け継がれるって言ってるからな。割とマジでイタドリパパになんかしら細工を施してる可能性は全然ありえるんだよな。ママ時代があるんだったらなおさら、なんか勝手にないことになってるけど、平安過去編は絶対やってほしいけどね。めちゃくちゃ見たいもんな。クソかっこいいと思うし当時の雰囲気とかを見てみたい。そもそも宿儺の過去編というかそのあたりの話が全く出てきてないからな。なんとも言えないよね。まだ出てくる可能性があると思ってもいいし、逆に出てこないかもだし。というよりまず過去編入れるとかよりも展開をしっかりまとめてほしい。マジでここ最近ごちゃごちゃしすぎだし、終わりが見えない。結局どうやって終わらせる方に向かいたいのかわからんすぎる。そもそももう裏梅とはかりって30話くらい登場してないけどずっとパチンコやってんの？最後にお前を人とは思わん、みたいなとこから進んでないよね。マジでこれで裏梅はかりサイドに戻ったら、もう死んでましたみたいなクソ展開だけはやめてほしいよな。なんならはかりが裏梅無双してるとことか普通に見たいからやってほしいし。はかりのせいで今裏梅も強制的にパチンコの仕組みを全部理解させられて、いつでもパチンコ打てる状態になってるって思ったら普通にめちゃくちゃおもろいよな。またまた展開が読めなくなってきたぞ。なんだこれ。マジでこの先の展開どうなっていくんだよこれ。またイタドリに受肉する可能性あるんか。話の展開自体は毎回予想を大きく裏切られてるからはっきり言ってかなり面白い。
ただ話の進め方があまりにも突起すぎて読者が置いてけぼりになってる感は否めないんだよな。そもそも呪術って勢いで話を進めていく節がかなりあるから、それで言うならいつも通りって感じはするんだけどな。ここからどうなるかわからないって点で言えば不安はあるけど、あの伏線漫画であるワンピースでさえ次回の話はこうなるみたいなある程度の予想は立てることができるのに、呪術に関しては考察班がマジで機能してないんだよな。というかここ最近呪術廻戦ってタイトルで考察を上げてる人自体を見る機会がかなり減った気がする。まあそうよな、予想しても予想にならないし当たらないんだもんな。考察すること自体はがくしくて、自分も毎週読み終わったら来週はこういう展開が来るだろって予想するんだけど、今までそれが当たった試しがないんだよね。もう一度俺の中に戻るなら殺さないでやるの提案でさらに話が読めなくなったな。もう完全にあのまま伏黒を救出して宿儺倒して終わりだと思ってたから。マジでそれなんだよな。このゴミを読んで宿儺がまだ生存できるかもしれないルートを残す意味がわからん。まあ切れさせるだけの材料なら杞憂なんだけども、宿儺なら転生とかまでできてしまいそうだから、そうならないよう虎杖の中で生かし続けて、虎杖が死ぬタイミングで自分も死ぬみたいなパターンはあるかもしれんな。虎杖の殺せるって言い切った秘策が何なのか気になるな。そこまで確定して言い切れるなら何かしらすげえ技なのか。マジで面白くなってきてるぞ。最近の呪術は秘策っていうか、多分虎杖が先週出した術式対象を絞った魂の境界に打てる回のことだと思うよ。あれがあれば事実上宿儺のことを殺せるってことだと思うけどね。虎杖の領域展開がこれだったら正直秘策が何かわからんけど、まだ何か別の特性があるんだったらどうなるんだろうな。必中で魂を分かつ回があれば殺せるよな。虎杖は常に宿儺に舐められてたけど、ここに来て初めて宿儺をブチギレさせたんじゃないか。反転も戻ってるし、ここからが怖すぎる。てっきり空港みたいな感じで、このまま現実の宿儺がやられてるってパートに戻ると思ってたけど、どうやら違うっぽいな。空港パロなんやったんや。ブチギレ宿儺がいるけど、現実世界に戻ったらもうすでにやられてましたみたいなパターンだったらくっそおもろいけどな。もう予想できねえや。あの呪いの王と呼ばれるレベルにまで至った宿儺に対して情けをかける虎杖もすげえけど、感情を理解できないってかわいそうだなっていう哀れみか。ナルトとクラマみたいな展開に持っていこうとしてるのかと思ったけど、さすがにそうではないっぽくて、まあ安心。ただここからどうなるのかはマジでわからん。宿儺に対して哀れみを向けて切れさせるってのが流れなのか、本気で救おうとしてるのかわからんすぎる。虎杖が主人公してくれたらとりあえずはいいや。宿儺は死にたくないって思ってると、虎杖は思ってるのか。な、憎しみや怒りっていうものを持ってたけど、冷静に考えて宿儺めっちゃかわいそうじゃね、になったってことだもんな。虎杖の考えてることがわからんすぎるんだけど、どうなんの。憎しみや怒りを持って宿儺を倒そうとしてたけど、それ以上にそういう感覚を理解できないってかわいそうになったってこと。いいやつも悪いやつもどっちが本当の人間かなんてわからんってのが宿儺に対しての感情なんだろうな。どこまで行っても呪いは呪いだと思うけどね。虎杖はなるべく戦いをする上でこういうことがあった、もし理解してくれるなら殺さないよみたいなことでしょ。難しいけどな。正直言いたいことはわかるけど、はかりを口説いてた時に使ってた自分は部品だっていうセリフをよくよく考えたら、今は少し違うんだろうなって思い始めてるってことだよな。心境の変化か。生きていくっていうこと自体が虎杖の中では部品としてその役割を果たすんだだったけど、今は何をしてても生きているし、そこに価値があると思うんだって言いたいんでしょ。これまで虎杖に関わって死んだキャラが映し出されてる中に野薔がいるってのがもう絶望すぎるんだよ。だったらこれ多分伏黒も死んじゃうよね。天使のことを考えて、虎杖のこの発言を考えると、正直伏黒が一人で生き残って虎杖が死ぬっていうエンドだと思うんだよな。
それしか考えられない。イタドリが宿儺をもう一度受肉させて、伏黒を残してそのまま死ぬってパターンがもし本当ならもう伏黒の精神が壊れるとしか思えないんだけど、宿儺とイタドリがもし分かり合えてしまったら、これまでの呪いと人間の圧倒的な違いみたいな部分の前提が崩れてしまうから、それだけは起こらないでほしいなの気持ち。イタドリが宿儺を殺せるって言い切ったのはなんでだろう、よほどの策があるようにしか思えないんだよな。やっぱりこれはそもそも領域じゃなくて走馬灯なのか。イタドリはそもそもこの領域っぽいものに入れてるけど、領域名も何も言ってないから、これは領域じゃないと仮定していいと思うんだよね。だとしたらやっぱ空港現象かな。イタドリの領域はおそらくこれが本番じゃなくて来週以降がその本領を発揮するって展開になるんだろうけど、やっぱり必中で魂を分かつ買い当てて宿儺敗北なのかな。そもそも領域なのかこれはって言ってる時点で宿儺は負けてるんじゃねって思うんだけど違うの？五条がやられた時と状況は似てる感じするんだよな。先週の行くぞ宿儺の部分に関して言えば、完全に五条下等の空港オマージュだったから意味もなくそういうことをしないと思うから、次の話で答え合わせがあると思ってる。これでイタドリが最強の領域を展開して宿儺になんか勝てたってよりはもう少しマシなエンドが待ってることを望んでるけど、この感じそれもなさそうなんだよな。イタドリの領域はもしかしたら魂に直接作用する領域だから、そもそも結界でくくる必要がないんじゃないかっていう可能性とかないかな。押し合いにも勝てるよね。めちゃくちゃ面白い発想ではあると思う。そもそも外郭を設定することなく相手と自分の魂をぶつけることで発生する領域みたいな感じなら確かにテンション上がるな。イタドリが領域展開できる時点でちょっとあまりにも成長が早すぎてちゃうなーって感じするのに、これで結界を使わない領域とか使い始めたらマジでクソなえるんだが、マジでいよいよどうやって終わるつもりなのかがわからなくなってきたな。完結に向かっていくとだんだんラストって見えてくるものだけど、呪術はマジでわからん。イタドリの中に宿儺がまた戻ったとしたら、マジでイタドリが死んで伏黒が一人だけ残るエンドになると思うんだけど大丈夫？この状態で伏黒残って生きていけるんか。なんだかんだで恩師五条も自分の手にかけてしまい、しかも天練りの仲間までバタバタ死んでいったってなったらいよいよしんどいよな。そもそもイタドリのこれが領域だったとしても、宿儺が押し返して領域使っちゃったらもうなすすべなしじゃね。今は海藻みたいな場所にいるからあれだけど、ずっと五条が死んだことが確定したから、あとは釘崎が帰ってくれば伏黒も帰ってくるじゃんってことで期待してたんだけど、なんかさらっと死んでるの暴露されたから、とりあえずもう終わりだわ。のばらあんだけ濁らせてたから、どっかで生き返って出てくるか、イタドリの領域とかで魂だけの存在になって出てくるみたいな激アツ展開を期待してたけど、どうやらそうならないようで、普通に読み進めてて、ああ死んじゃった人たちだ、懐かしいな、辛いなと思いながらページめくったら、バチバチのばらいるし、五条も長相もいるし、もうほぼ確定で死んだんだなって分かってマジで辛いんだけど、伏黒がイイヨドンで何かを伝えるか迷ってる感じだったのは、死んだことを確定させちゃうと物語の展開に支障出るかもって悪民の都合だったんじゃねと思い始めてる。多分そうだと思うよ。いざって時に登場させて熱いなってなるような展開を用意しようとしてたんじゃないかな。でも必要ねえやになって殺したとかかもしれんね。確かに渋谷事変後のバラのことについて触れたのは割とすぐだったから、そう思ったらそうかもしれんない。やマジで今週は割とそこが一番ショックでかかった。読者の希望をバッキバキにへし折っていく悪民好きよ物語進めていって、重要なキャラでも割と死んだよって明確に語らないあたり、ほんといい性格してるなって思う。五条に関しては、読者がラーラー騒ぎ立ててたせいで死んだってことを明確に語るのはちょっとあれだったけど、正直野原に関してはマジで情報なかったからかわいそう。
こうやってさりげなく死んだって出すのはまあ別にいいけど、やっぱり主要で一年ずでメインだったからこそここはしっかりとして欲しかったところはあるんだよな。ってことはもう虎杖隠し黒死ぬのは確定してるよね。ありえないくらいしんどいんだけど、マジでどっちも生き残るパターンを俺は願ってたよ。宿儺にもう一度俺の体に戻れって言ってるあたりからして、多分自分のところに戻してそのまま虎杖が死んで宿儺ごと持っていこうとしてるんじゃないかなと思うわ。そうなったらいよいよマジで伏黒が先犯やん。そんな状態で一人残された伏黒が未来に向かって生きていこうと思えるなんて到底無理だろ。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。